レフト・フォー・デッドを生んだタートル・ロック・スタジオがお届けする新作ゲーム、次世代マルチプレイサバイバルアクションシューターエボルブといったトレーラーのナレーションをいつだかやらせていただきました。私です。アルファテスト始まりましたね。早速やらせていただきましょう。エボルブ、簡単に説明すると、まあ普通はなんだろう、モンスターをハントするゲームっていうのがよくありますけども、これはそのモンスター側にもなれるゲームと、モンスターの場合は1人、このハントするハンター側、ちなみにこれは確かヒーラーとかそういうクラスかな、の場合は4人と。まあ気になるのはね、大体みんなモンスター側がやってみたいって言うんで、私も早速モンスター側やってみようかなと。でここで、まずどのクラスをやるか優先順位なのかな、とりあえずこれを選んでみましょう。でできればモンスターやらせてくださいってことで、でもってマッチング相手を探すと。しばらくお待ちください。さあゴライアス、モンスターとなってやるぜ。ボーン、これは岩投げ、これが飛び込んでブシャーってやるやつ、これが火を吐く、これがチャージ攻撃なのかな。行きましょう。ん？あ、こうやって選べるのか。岩投げ、うんうん、こうやってなんだろう、ステータスの割り振り的な。ゴライアス is a physical brute with powerful melee abilities。ダメニャン、ミンの名前はゴライアスだニャン。多分ゴライアスだニャン。ミンはこうやってんだニャン。他の強くない動物だニャン。むしゃむしゃ食べるとだニャン。おいしいニャン。おんおん。ミンはこうやって進化、エボルブしてくんだニャン。というわけですな。あ、というわけなんだニャン。こうやって今日も、おいしい食事をしてたら、人間たちがミンをなんかいじめに来たんだニャン。ミは力持ちだからこうやって物をぶん投げたり、ミはすごいバネを持ってるのにゃ、こうやって飛び込んでいじめたり、ミは辛党だからカレーを食べると火を吹くんだにゃ。チャージナットレートジョン、これになるね、ジョン、ニジョン。以上がこのモンスターのあれとなっております。おしゃおしゃ、ハム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 。おお、なんか物音がしてるぞ。やべ、飯食ってる場合じゃねえ。ああ、これね、こうやってレフトコントロール、これでスニークするとモンスター来た。ぐしゃー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 、よし、うまいぜ。ふう、飛び込んじゃん。うりゃうりゃうりゃ、これもう食えた。むしゃむしゃ、ちょっとチーズとか出しとこう。ふう、いいな、ここはこのステージ見やすいな。雪とか雨とか降ってないし。モンスターモンスター、動物動物、お、いたいた。むしゃむしゃ、おー、強い敵がいる。おりゃおりゃ、倒せ。こうやってゲシゲシいじめて、あ、なんか人間の声がする。おー、あ、やべ、ハートに捕まった。おお、おお、いきなり囲まれた。これはまずいぜ。こうやって、ね、逃げたいところではあるんだけども、このなんだトラッパーかなのクラスによるむしゃむしゃ、このなんだろう、あーやばい、俺のアーマーが解除されそう。こういうなんだろう、フィールド、あーしまった、登れ登れ。モンスターの場合はこのレフトのシフトで登らなくてはいけない。おお、おりゃ、どこだ、どこにいた、こんにゃろこんにゃろこんにゃろ、うわー、おりゃ、火とか吹くぞ。どうやって吹くんだ、操作方法をちゃんと学べてない。うおー、これね、なんだろう、ハンター側からしたらこの飛び込まれてくるのが結構ね怖いんだけどね、いざやってみると意外と難しい。うう、走って逃げよう。
捕まって、ほい、一つ出た、ほい、よし。あの強固なフィールドも回避された。よし、登って、ふう、ちょっと痛いですよ。逃げろ逃げろ、動物、動物見っけ。おっと、なんか撃たれてる撃たれてる、どういるな、まだ進化できてない。おっ、いけ、ああチャージ攻撃ミスター使ってる。ほらで火を吹いてやりたい。そして吹雪いてきた。おお、ハープーンのあれが刺さってるのか。そう、やばいぞ、寄ってたかって俺のことをいじめやがって、こんにちは。難しい、どりゃ、せめて一矢報いたい、どりゃ、どりゃ、うおー、狩られた。でもまだ進化できてない状態じゃ全然太刀打ちできねえ。おお、始まったぞ。まずはボットを解除し、おモンスターがいる、おりゃ、こいつをまずやっつけてやるぜ。そんで俺の餌とするんだ、おりゃおりゃおりゃ、ほら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 、早くやっつけて、早くやっつけて、よし、むしゃむしゃ、よしよし、たまったらまだ進化できない。どっかいるかな。お、スニークアタック、やったぜ。よし、あとちょっと、あとちょっとで、お、よし、食え食え食え、もうちょいもうちょい、食え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 、食える？これは食えない？次嫌いしないで。なんかちょっと大きめのやつじゃないと食えないのかな。もう少しで進化できる。お、やべ、なんか人いいんじゃねえか。よしよし、よいしょー。でね、今回はね、よっ、これでいけるか。 V ボタン、V ボタン、お、いたいたいた、やったー、エボルブしたぜ。よし、ステータスも上がった。うっ、どうなったんだこれ。オッケーオッケー、俺オッケーよ、割と。はいはいはい、よし、あー、おーん、おーん、俺はまるでモンスターだ。おっと、よいしょよいしょ、これで少しは太刀打ちできるか。おりゃおりゃ、もう逃げも隠れもせんぜ。もう一段階進化したいけども、ちょっときつい、あっと、きついです、めっちゃきついです。おりゃ、どうだどうだ、他のなんか技を使いたい。おりゃおりゃ、チャージ攻撃当たってるか。今回はね、オートエイムみたいな、エイムアシストだっけかなっていうのをつけてるからね、ちょっとは楽になってるはず。あー、レッツマッシュ、うわー、すげえ音がしたな今。おりゃー、うー、このままじゃ負けてしまう。せめてせめて一人、せめて人たち、うわー、うわー、やられてたまるか、やられました。ハンターズウィン。いやでも、なんだろう、このモンスターの肝であるエボルブ、進化ができてよかった。こうやってあのむしゃむしゃして進化して強くなっていこうと。そしてリザルト、ちょっとなんかもらえたね、ポイントが。で、なんか進んでいくとね、別のモンスターもアンロックされるっぽいね。うん、こうやって増えていくと強くなるのかな。やっぱ最初だからこっちも弱いってことなのか。このクラーケンってやつとか、
やー結構ね難しいけど楽しいなエボルブ。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方はこちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃー。